ないか。いや、おはようございます。今日は1月29日。友達にね、お誘いをいただいて、ちょっと喫茶店におしゃべりしに行こうかなと思っております。めっちゃ青空だよ。久々の青空だな。して車の音に負けてるかな。あったかいっす今日。だいぶ雪が、お、すごいチュンチュン言っとる。中にいっぱいいそう。ちょっと歩いていきますね。今日もちょっと道を変えて、街中メジャーな通りを、住宅街じゃない方を今歩いてるんですけど、だいぶ雪がね、この分もう旭川とかあっちのね、札幌とかあっち側に比べれば全然なんだけど、弟は雪が少ない割に寒いっていう、あ、割にじゃないか、雪が少ないけど激寒っていう特徴があるらしい。すごいな、お空が。お避けてみたけど、こういう晴れた日はいつもならキンキンに冷えて激寒なんだけど、ちょっとなんか気温が高めなんだよね。ほら、あれ、ポツポツポツってつらら溶けてるでしょ。めっちゃさ、歩くから完全防備で、もう道もこんなんだから、これは長靴ね、おしゃれブーツで、あの、下滑らないのさあるんだけど、いや私は持ってないよ。新しくもらおう。私は持ってないから、なんかグッズです。幼稚園か保育園かお散歩でここまで来て、なんか尻滑りしてる。めっちゃ楽しそうだな。尻滑りしにニコロ山行かないとな。しょうこさんと合流して喫茶店喫茶店で笑っちゃってるけど、ちょっとトライしてみたい喫茶店があるんで、ちょっとそこに行ってみて、ダメだったらちょっと違う喫茶店行こうかなって思っております。よし、どうでしょう。デカ入ってないんだけど、何なんだこの大地ビルって、何なんだ。初めて入るよ。この車にないのか。トイレここだったのかな。今日なんか人いっぱい結構歩いてんね。ね、
ょっと。ああ。これ喫茶店の人たちだ。うん、車。ああ。カード会社だね。お金がいっぱい入ったからちょっと全部払い込みしちゃいますって。タクシーチケット。あ、ラーメン。ちょっと行きたかったところは空いてなかったんで、空いてなかったというかもうなくなってたのか。で、運営室がありました。ありました、ありました、ありがたい。珍しく珍しく食べたくて頼んだら、こう昔懐かしい。ちゅうかさ、これさめっちゃいいよ。コーンフレークじゃないもん。コーンフレーク、コーンフレーク嫌なの？嫌なの。コーンフレークいいじゃん。ちょっとさ、こう柔らかくなったところを食べるのが美味しいじゃん。柔らかくなってればいいんだけどさ、うん、あれが歯茎に刺さる感じが嫌なんだよね。そうなんだ、うん、めっちゃいいです。美味しい。行きます。